岡田監督好みの選手とは、2023年から阪神監督に復帰した岡田彰布監督、全12球団の中で最年長監督となりました。前回監督時にはベンチの中で笑顔を見せたことはほとんどなく、前監督の矢野昭弘監督の選手と一緒にガッツポーズするような姿勢にはやや批判的なようにも見えた岡田監督。もちろん選手に直接話しかけることはそれほど多くなく、メディアに向かって、あるいはメディアを用いて話すことで選手に伝わるということも考えているようですが、年齢からも選手との距離にはある一線を引いているような印象がありました。ところが2023年のペナントレースが始まると、前回監督の時とは大違い。ベンチで喜怒哀楽を豊かに表現し、タイムリーなどの時にはベンチから飛び出す姿まで見られることに。しかし将棋好きの岡田監督らしく、先を読み的確な采配からサインを出し、ここが勝負となれば一気に畳みかけて代打や代走という手をどんどん打ってくる。そのような采配が見事にはまり、そしてそれを楽しんでいる様子の岡田監督でした。そしてその采配の中で、選手もまたここが勝負だと分かってくる。また自分の役割が明確で、何をするのかがはっきりしてくるということでしょう。そのような岡田監督が好む選手は、やはりその采配にしっかりと応えてくれる選手に違いないでしょう。岡田監督が欲しがった選手たち、大和。今シーズンから二塁にコンバートされた中野の守備について、キャンプ中に仕上がり具合を聞かれた岡田監督は、今日明日で何が分かるんや、今はエラーしたのも A プレーしたのも全部糧になるんやと解説していました。ですがそんな岡田監督がかつてわずか甲子園の一試合のみを観戦して獲得を決断した選手がいました。その選手が現在 DeNA でプレーする大和選手です。大和は阪神時代から驚異的な守備範囲と勝負強い打撃を披露しており、本職の内野守備は同じショートを守っていた鳥谷隆も僕とは比較にならないくらいうまい。グラブにボールが吸い込まれるように収まるんです。あれは天性の柔らかさがあるからできる守備だと思いますねと高い評価を与えています。大和は2005年のドラフト会議で阪神から指名を受けていますが、当時のスカウトのリストにその名前はなく、ある偶然が重なったことで獲得が決まりました。2005年のシーズン、阪神は優勝に向けていい状態で進んでいました。岡田監督は大和獲得の経緯について、この阪神監督の2年目の時のことを語りました。その8月、甲子園の高校野球夏の大会をテレビでたまたま観戦してた。その時画面に出てきたショートの動きに俺はピンときた。とにかくフットワークがいい、足の運びが実にスムーズで守備範囲が広い、グラブさばきもいいし、このショートは誰と調べた。すると鹿児島の湘南校、前田大和やった。当時騒がれるような選手ではなく、俺はスカウト部長に前田大和をリストアップしたらどうかと直訴したわけよと語っています。しかも岡田監督がこの試合をテレビ観戦したのは、甲子園に到着した瞬間に偶然放映されていたからであり、到着が1時間ずれていれば大和のプレーを見ることはなかったことになります。岡田監督は大和が FA になった際には、何が一番気になるって大和の FA やね、自ら掴み取った権利なのでとやかく言うことはないが、あいつの守備は若い選手にとっても手本になる、どこへ行っても一人の選手以上の影響をチームにもたらしてくれるはずと絶賛の言葉を送っています。ワンプレーで選手の良し悪しを語らない岡田監督ですが、わずか一試合で獲得を決めた選手が後に守備職人と言われるところは、さすがの眼力の高さと言えます。そして大和は外野でもその力を発揮。2014年にシーズン2位から進出した日本シリーズでは、福岡ヤフードームでの中堅守備で何度も攻守を連発。この年大和はゴールデングラブ賞を受賞しています。岡田監督が欲しがった選手たち、佐治木原雅史。2003年度ドラフト4位で大阪桐蔭後入社していた新日本製鉄広畑から阪神に入団しました。2004年は新人ながらリリーフとして44試合に登板し、この時の監督が岡田だったのです。2005年からは当時の JFK、 ジェフ・ウィリアムズ、藤川球児、久保田智之に対して SHE と呼ばれたトリオの役割を江草智樹、橋本健太郎と共に担いました。佐治木原が初年度からリリーフの重要な役割を任されたのは、2003年に強力リリーフ陣の一角を担ったリガンの故障がきっかけでした。2004年のシーズン途中に右肘の故障で帰国したリガンの穴を埋めるため、コーチ陣は三藤博史やモレルなどをその役割として推薦しましたが、岡田監督は一番力のある球を投げるのはサジやろうと、
あれだマナンは分かっているから、それはこっちがうまいこと使ったらええと佐々木原を抜擢したのです。当時のことを佐々木原は、周りから岡田監督は球が速い投手とホームランバッターが好き、それは練習してもできるものじゃないと聞きました。選手のタイプとして監督に気に入っていただいたのかなと思います。僕はコントロールがいい投手ではありませんでした。コーチにも球の強さで押していけと言われたりしていましたからと語っています。しかも佐々木原は当時毎年のように優勝争いをしていた中日戦での登板が非常に多く、その理由について岡田監督は、サジはな、俺はよう中日戦に投げさせとったやんや、コントロールが良くないから荒れ球も多い、洗い場とか相手の調子が狂えばええなと思ったよと、その理由について語っています。これを聞いた佐々木原は、僕の制球が良くないことを逆手にとって、相手がビビってくれたらいいというのは岡田監督の現役時代の経験もあるのだと思います、野球感がすごいといろんな方もおっしゃっていますからねと驚きを見せていました。剛腕で鳴らした佐々木原でしたが、左膝の手術を経験するなど晩年は怪我に苦しみ、2011年には球団から戦力外通告を受けました。その際にも岡田監督は知人を通じて、最後まであがけよと手短ですが諦めるなとメッセージを送っており、佐々木原は一軍登板こそ叶いませんでしたが、トライアウトでの好投が認められ、現役最後のシーズンを移籍先の西武で過ごしました。引退後は現役時代から興味があった飲食業界に転身し、大阪南にある行きつけの鳥焼きの店で修行を積んだ後、2014年9月に大阪市北区堂島で鳥焼きサジを開店、経営者となりました。料理で勝負したいという思いから、店内にはユニフォームや選手のサインなど野球に関わるものは一切置いていないそうです。岡田監督は、サジがやってるんやったら行かなあかんわと何の前触れもなく客としてふらりと現れたことがあったそうです。佐々木原は岡田監督が口にする起用はベンチが考えるものを体現したような選手と言えますね。そのような思いを持って起用を続けた岡田監督が、引退後にもその選手を気にかけた、人をほっとさせるようなエピソードですね。岡田監督が欲しがった選手たち、アリアス・ウッズシーツ。そもそも岡田監督は FA などで大物選手を獲得する補強には消極的な姿勢を示していて、中でも外国人選手の補強についてはより慎重な方針を示しています。ですがそんな岡田監督でも、これまでに欲しいと口にした選手やコーチは少なからず存在しており、岡田監督は日本シリーズ第7戦で値千金のホームランを放ったノイジーを獲得した際に、で右にうまく打ってたけど甲子園ではホームラン30本40本は無理よ、外国人でもと口にし、飛距離よりも広角に打てる特徴を2005年の優勝に貢献したアンディ・シーツに重ね合わせました。岡田監督は2004年に星野監督の後を受け一次政権を発足させていますが、翌年に2003年の優勝に貢献したアリアスの退団が決まりました。アリアスを岡田監督は、意外性の塊みたいな打者、打たん思ったら打つし、打つと思ったら打たん、でもチャンスに強くてとにかく真面目やったというように、チームに貢献する選手として高く評価していました。そのアリアスが抜けた穴を、当初は横浜を退団することが決定的であったタイロン・ウッズで埋めようと考えていましたが、中日とのマネーゲームに敗れ獲得には至らなかったのです。岡田監督はウッズの打撃を高く評価しており、意外にもウッズは基本的にはアベレージヒッター、規格外のパワーがあるからホームランを量産できているけれど、バットの入れ方は打率を残せる選手と言えると分析していました。ウッズ獲得を断念しシーツに切り替えた当時の経緯を、岡田監督は自身のコラムに、とにかく渋い働きだったのがアンディ・シーツやった、シーツの阪神入りはほんまは苦肉の策やった、退団するジョージ・アリアスに代わる外国人としてまず狙ったのが横浜を退団するタイロン・ウッズよ、ところが交渉は折り合いがつかず、これは無理と判断して方向転換したのがシーツやったと、ウッズからの路線転換があったと記しています。岡田監督はフロントからウッズを獲得することが難しいと報告を受けると、それやったらシーツを絶対に確保してほしいと伝えていて、バンキシャにはシーツはほんまクロート受けする選手で、勝負強さと守りのうまさは安心できると伝えていました。その結果シーツは阪神の打線にピタリとはまり、岡田監督の言うシーツは3番で金本にうまくつないでくれたらという期待にも応え、リーグ優勝に大きく貢献。評論家時代の岡田監督は、有料助っ人の話になると必ずシーツの名前を挙げており、打撃での貢献に加えて守備意識の高さや日本やチームに馴染もうとする姿勢を高く評価していました。今でもその活躍を忘れないと岡田監督は何度も解雇しており、外国人選手がチームに馴染み自分の力を存分に出してくれる、そういうチーム作りができたことが嬉しかった、ほんま感謝してるよと
今でもシーツに対して感謝との言葉を使って称賛しています。シーツは岡田監督が就任するとともに駐在スカウトの任務を解かれたため、岡田監督との共闘は叶いませんでしたが、現在も来日した際には岡田監督と言葉を交わす仲であると報じられています。岡田がコーチに求めたもの。2022年秋、岡田監督が就任することが決定し、岡田はコーチ人事を練り上げていきました。そしてぜひコーチを引き受けてほしいという最後のピースと言われたのが、今年阪神タイガースの打撃力を大きく向上させることに寄与した今岡誠コーチでした。最後のピースという報道をされましたが、実は組閣を行う際に最も早い段階で声をかけていたのが今岡氏でした。自身の体調面で決断はかなり遅くなったのですが、岡田監督は以前からコーチいうのは選手の時にええ時も悪い時も経験したもんがいい、初めから与えられたポジションについていたとか、ずっと球団からひいきしてもらったとかでは選手の細かい気持ちがわからんねんとコーチの資質を口にしていました。各有岡田監督もルーキーイヤーは当時のブレイザー監督から新人を最初から使うつもりはないと通達され、92年は優勝争いを繰り広げながらも首脳陣は外国人選手を重用し、起用法をめぐって衝突したこともあります。その後大活躍した阪神時代を過ごしたのですが、1992年からは出場機会が激減、1993年、体力の衰えという理由で阪神を自由契約になった経歴を持っています。しかし岡田監督は阪神で現役を終えることなく、最後は納得いくまで野球をやりたいという理由でオリックスに移籍した経験もあり、そういった経験がコーチ業、監督業に生きているというのです。酸いも甘いも経験した岡田監督の目線から、今岡は自身と経歴が似ている選手に見えていました。野村監督に干されていた時期を経験し優勝に貢献したと思えば、最後は岡田監督と同じく阪神を飛び出しロッテに移籍。さらに今岡はロッテで指導者として才能を開花させており、岡田監督は評論家時代から自分が再び阪神の指揮を務める際には今岡を球団に呼び戻したいと考えていました。今岡は1997年、吉田芳雄監督のもと三塁手や二塁手として出場し、1年目から100試合弱に出場しました。1998年にはトレードで放出された久慈輝芳に代わって2番遊撃手のレギュラーとしてほぼ全試合に出場し、打率2割9分3厘、本塁打7本、44打点を記録しました。しかし野村監督が就任した1999年から大きな変化が起こりました。99年、2000年とどんどん成績が下降し、レギュラーを剥奪され、今岡本人は野村監督とは反りが合わなかったと後にその当時のことを振り返っていて、野村監督自身もたびたび今岡批判を繰り返していました。2022年の星野仙一監督就任時から再びレギュラーとして二塁のポジションを奪取し、故障した赤星憲広選手に代わって一番打者に固定され、自己最高の打率3割1分7厘を達成しました。翌年にもキャリアハイの打率3割4分を達成し、首位打者のタイトルを獲得し、ゴールデングラブ賞も受賞するなどリーグ優勝に貢献しました。その後岡田彰布監督時代を経て、真弓彰布監督時2009年オフに戦力外通告を受けて退団することとなりました。そして合同トライアウトを受験後、2010年の2月からロッテの春季キャンプにテスト生として参加しています。その後球団から合格が発表され、3年間のロッテでの現役生活の後現役引退することになりましたが、そのロッテ選手としての3年目は2軍打撃守備コーチを選手兼任で務めていました。今岡は現役生活を振り返って、レギュラーとしては短命だったが山あり谷ありの濃い野球人生だったと引退記者会見でコメントしました。岡田監督は今岡の打撃技術を、今岡は人にはない打撃の技術を持っていた、例えばインコースの厳しい球をうまく腕を畳んで打ち返す技術が特徴で、俺と同じような打撃だった、考え方もシンプルで相手バッテリーの考え方を読めるバッターやったと高く買っており、岡田監督は彼なりに苦労してきたと思う、阪神からロッテに移り、そこでコーチとしての経験を積んだ感性豊かで選手の気持ちに寄り添える存在、いい時悪い時をより多く経験してきたわけよ、この経験値を選手に伝えていければいいのではないかな、独特の考え方を持っていると言われるが、俺は今岡の持つ独創性というのかな、そこに期待をかけていると語っており、水口コーチとの2人体制で各々が持ち味を出してほしいと期待を込めていました。挫折を知らない選手時代を過ごした選手ではなく、苦労をした挫折も経験した選手だからこそコーチとしてできることは多いと考えていたのです。今回は岡田監督が欲しがった評価した選手たち、そして2023年一緒に戦った今岡誠コーチについてのエピソードを紹介しました。